皆さんこんにちは。こんにちは。上野貴子の俳句 TV、今日はですね、ちょっとこれまでと趣向を変えまして、特番ということで、おしゃべりケーキ会、初めてなんですが、ちょっとね、配信したいと思います。では今日ですね、ゲストをお招きいたしましたお二人、ご紹介したいと思います。おっと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 、ちょっと短冊が、落ちてしまいましたが、すみません、まあ、ご紹介先に行きたいと思います。こちらがですね、歌手のミルキーさんです。あ、どうもこんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。あとそちらがもう一方、磯かおるさん、くゆうの磯かおるさんです。ありがとうございます。はい、それではまずですね、ちょっとお二人に簡単に、一言か二言自己紹介をあちらのカメラに向かって、お願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、では、お二人どちらからいきますか。じゃあ私、じゃあミルキーさんからちょっと自己紹介、お願いします。自己紹介、はい、ですね、ミルキーという名前で活動していますシンガーソングライターです。カラオケ好きの方、ダムのライブダムという機種と、あとは、ジョイサウンド、ウガなどにですね、カラオケ配信がされていますので、ミルキーと言ってですね、MILKY、検索してみてください。そしてぜひ私の歌を歌ってください。ただいまですね、注目されているのは野良猫という曲です。おー、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ミルキーさんはですね、昨年俳句記念日のライブで歌っていただきまして、すごくね、しっとりとした素敵な歌を歌っていただきました。今回も来ていただきましてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそちらの磯さん、お願いいたします。はい、貴子さんとバンという、はい、俳句の会でご一緒させていただいてます。配合が磯かおると申します。はい、なぜ磯かおるかと言いますと、ダイビングをしているので海にちなんで磯というのをつけました。あ、先日まで米子の浴衣区会というのに参加させていただいて、あ、まあ、中国四国地方行くの全く初めてだったので、すごく、新鮮で楽しかったです。あ、なるほど。バンさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱりバンさんも昨年、選者に来ていただきました。金俣さんという、先輩なんですけれどもね、やはり俳句の、お知り合いの方の会の、磯かおるさんです。はい、ありがとうございます。そういう、なんていうんですか、名前の由来があるわけなんですね。米子支部では、はい、6年、だいたい夏の時期に浴衣区会っていうのを開催してくださいまして、はい、で私初参加だったんですけれども、うん、浴衣をまず浴衣を着るということが大前提で、で私着付けがほとんどできない人だったので、急遽2回ほど着付け教室に行って、おお、本格的ですね。習ってきました。はい、さすが。じゃあ帯も自分で結んで、すごいですね。はい、やっぱり掘りますね。じゃあ全くできない人だったのでちょっとまずいなと思いまして。なるほど。なんかよく浴衣区会の噂はお聞きしております。これ絶対楽しいよってよく鹿野本さんが自慢で、浴衣区会はもっとおすすめっていう感じで、本当に楽しかったですよ。米子支部の方々が、宿の手配とか車とか全部やってくださいまして、で浴衣区会の時のお昼の内容がお寺の中で精進料理、ランチが精進料理だったんです。料理を出してくださるお寺さんってありますよね。す、観光地みたいな感じで。だからもう、その着付けがそれぞれ浴衣に着替えた後、はい、精進料理をいただいて、うんうん、その後大広間で区会という形でした。
はじゃあもう本当銀行旅行みたいな感じですね。まあ、あの銀行っていうと、まあ、最終日の、19日が、まあ、銀行だったんですけどね、はい、あの18日は、まあ、とりあえず浴衣を着て、うん、あの大広間で、うん、あの正座をして、うん、俳句を読むと。読むとなるほど。あ、そういう感じで、やはり俳句を読むのに浴衣を着て帯をこうキリッと締めたりするとこう 気持ちが引き締まっていいですよね。そういうのはありますね。ありますね。うん、まあ、今日はですね、あのまたちょっと、洋風の、ケーキ会ということなんですけれども、ちょっとですね、皆さん、アイスが溶けてきてしまうので、はいはい、あの召し上がりながら始めたいと思います。はいはいはい、じゃあいただきます。どうぞ、いただきます。ちょっとアイスはですね、まあ、あの売ってるアイスなんですけど、ビスコッティという、お菓子を見えますでしょうか。今日は作りました。こういう感じで、中にですねパインと、マンゴーのドライフルーツが入っております。どうですか、ちょっとイタリア風の、うん、いや結構、どんな味でしょうか。夏の味って感じ。あの甘いの、やっぱり今の時期トロピカルフルーツはいいですね。あの甘いだけじゃなくてちょっと苦味もいいですよね。なんかこの素朴な感じですね、やっぱり。あ、そうです。これはなんかね、イタリア地方を中心の家庭料理のお菓子ということで、まあ夏なのでアイスを添えました。アイス溶けちゃうといけないので、早めに召し上がりながら、俳句をちょっとひねっていただきたいと思います。まあ先ほど、皆さん作っていただきまして、はいはい、私も先ほど作ったんですけれども、はいはい、ちょっとアイスをつけたりして、美味しい、つけると美味しいですよね。パリッパラパラしちゃうかな。まあ、クッキーとケーキのあいのこということでそうですね、まあ、ちょっと面白いかな。で、今日一日作るの大変だったんですって。はい、これはですね、実は昨日作りました。あ、そうなんだ。はい、今日はお店の仕事もあったもんですから、これはですね、昨日作りまして、ちょっと冷蔵庫で冷やしておきました。あ、なるほどなるほど。日持ちもしますね。1週間ぐらい持つのかな。はい。この、アイスクリームは何が入ってる？ナッツ？アイスクリームはナッツです。ナッツはまあ夏じゃないので、ね、でもアイスクリームは夏です。はい。まあまあ、ここかな。美味しいです。美味しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。これは初めて。あ、やっぱり初めてですね。私もこのビスコッティっていうのはよくもっとですねパリパリっとして、こういうところにお砂糖とかべっとり塗ってあったりする場合があるんですって。市販の場合には。でも、まあ、これちょっとあのサトピオクッキー教室というところで、まあ、あの作り方を教わったんですけど、ねえ、あのそういう甘さを控えたり、バターを使わなかったりする作り方をされていて、バター使ってないのはいいですね、低カロリーで。そう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 、大人のお菓子にはいいですよね。そう、美味しい。美味しいです。あの、よかった。ありがとうございます。ですね、アイスコーヒーも飲まれて口を潤してください。あちらにミルクと、あのガムシロあります。教室はどのくらいのペースで行ってるんですか？その、お料理教室ですか？これはもう、あの私はイレギュラーで、たまになんですけど、2回ほどお邪魔したかな。前回マヒンを、教えていただいて、それも良かったんで。お菓子って感じなんだね、そこはね。
渋谷のダブルトールカフェでよくやってらっしゃるので宣伝してますね、山本さん。それではですね、ちょっとこちらの、これはまだ入ってこないかなと思うので、はい、それではですね、句会の方に入りたいと思います。今日はですね、こちらの、マンゴーとパインで、一句作っていただきました。それでは、あ、一句じゃないんだ。サンク。はい、一句じゃなくてサンクです。マンゴーとパインがどれかに入ってればいいっていうことでしたよね。はい、そうです。まあ、決まりとしては今日のお題が、よくお題ってあるんですけど、お題が、パインと、マンゴーです。ですね。はい。はいはい、で、まあどちらかを使って、作っていただくということで、それから、あとは、今日の場合、例えば3句となりましたら、お題はどれかに入っていて、入ってない句が混じっていても OK という場合、陶器雑影と言います。はい、陶器雑影。はい、では、先ほどからですね、30分前に、来ていただきまして、みんなで作ってたんですけど、私も昨日作った後に、自分で考えたりしまして、まあでもこういうのは素直な方がいいかなと思って、ふっと思いついたまま、作りました。はい、で、お二人にも、パインと、マンゴー、今日のケーキに入ってるんですけれども、こちらで句を作っていただきまして、こういった短冊というものがありまして、こういうものに、書いて、投句をしていただきたいと思います。それではお二人の句を、こちらに投句をしていただいてお預かりしたいと思います。いいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。名前を伏せます、こういう場合はい、この場合は、はい、名前を伏せますので全然、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、でこう全然こうシャッフルしまして、はい、どなたがどなたの句を書いたかとかわからなくします。はい、わ、はい、からなくします。はい、そしてこれはですね、正規というものがありまして、みんなでこうトークした句をですね、次は正規します。で、正規用紙というのがありまして、まあこれ基本的な句会の形なんですが、こういった正規用紙というようなものがあります。で、このトーク用紙をそれぞれお配りしますので、今日は皆さん3句だったので、3句ずつ正規をお願いしたいと思います。じゃあ3句ずつお配りいたします。はい、正規用紙に、はい、お願いいたします。はい、こちらも3句お願いいたします。どれ選んでいいですか。はい、はい、こちらに3句、はい、これを書く、聖書みたいに書くんですね。はい、はい、そうです。はい、お願いいたします。順番はどうでもいいんですね。はい、順番はどうでもいいです。むちゃくちゃっていうか、こうぐちゃぐちゃにどれがどれかわからないということで、日付をお願いいたします。今日は、7月の、今日ですね、21ですよね。そうですね、はい、21です。人に渡るんだったらもうちょっと綺麗に書けばよかったな。すいません。愛すにつけるだな。これは字がうまい下手の問題ではないので、読みやすく分かりやすくお願いします。これまた誰かが見るんですか。はい、このこれは3人で、今日の場合3人なので、3人で回してみます。あ、じ
じゃあちょっと見える、はい、見やすく書かないと。そうですね、前ヘタより読みやすい方がいいです。できるだけ楷書の方がよろしいと思います。正規用紙というものにこんな風にしてですね、句を、正規して書き写しておきます。でこれが書き写しました短冊になるわけなんですけれども、よろしいでしょうか。あ、ちょっと待ってください。はい、そうしましたら間違いがないように短冊を集めさせていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。あれ、もう正規され、あ、いいんだよ、ありがとうございます。これメガネ、あと、メガネ、あとですね。なるほど、なるほど、サングラスですね。そうですね、あ、とじゃなくてね、これ、のにしてもらっていい。あ、分かっちゃったね。僕も、ま、パインののメガネのんね、のです。パイン、じゃあちょっとシャーフちょっと規制してのにしますね。メガネ跡、うん、はい、それでは、正規が、皆さん住んだところで正規用紙を集めさせていただきます。あれ、正規用紙ですね。じゃあ磯さんのこちらは、選挙用紙なので、こちらで選挙用紙に直させていただいていいですか。あ、すいません。いやいや、間違いやすいんです、それぞれいろいろ。これ一応基本形ですので申し訳ない、はい、あ、すいません。じゃあ番号を、はい、番号を付けさせていただきまして、123と、これが何番だったっけ、用紙ね、123、こう正規用紙というのを、こう集めまして、で番号の最後に留めというふうに書かせていただきます。留め、最後ということで、正規用紙の最後は、留めと言います。で今日の場合は3名いますので3枚ということになります。それでは、3人なので、それぞれですね、ご自分が正規された用紙まず戻しますので、人数少ないですので、この中から、いいと思われた、区に、今日は人数が少ないので、丸をつけていただいて、で、どれか一つ、選区用紙に、選んでください。そうしますとちょうど3区1枚ずつなので、3区選べると思いますので、次選はなしです。お願いします。こちらが、選区用紙というものになります。でこんなような用紙に、皆さんから投句していただきました、こういった正規用紙というものですね。この中から、1区選区していただきます。あ、はい、1個だけですか。そうですね、一応予備選でじゃあ2区取っといていただいて、でこう回しますので、はい、あ、じゃあこれ、うん、回した中で自分がいいと思うと、はい、ただこれ普通だとそれぞれコピーね、全区のコピーが渡されるわけですけれども、あ、それは、普通というか大会の場合ですよね、うん、これ正規用紙を書き記す形が区会では基本形ということになります、うん、あ、そうなんですね。はいはい、コピーというのはあれは人数の多い大会ですとか、はい、トーク数が多い場合は、誰か一人の人がこう全部書き写してそれをコピ
ピーしてくるっていう形ですけど、うん、基本形の場合は、はい、石用紙をみんなで写し合うという形になりますね、うん、はい、であのやはり人数少なくても、うん、自分の句は選ばないってことですか。そうです、次戦はダメということです。たとえ3人でもダメということです。じゃあまあということはお二人のうちのどちらかのってことなんですよね。1つしか選んじゃいけないんだよね。まず3句の中でできるだけ1句にしていただきたいということがあるんですが、じゃああの、はい、選句用紙に書くのは1句ですか。選句用紙に書くのは3句です。3句ですか、はい、あの紙5句だけ書けばいいですか。いや、そんなことありません。1句全部です。あ、でもなんか時間とか、あの普通なんかそういう時って、はい、え、あのなんかほら欠席トークの時とか紙5句だけ書いてとかってのありますけど、そういうふうにはしないんですね。あ、なんかそういうなんていうかな、便宜上の、うん、まあ略っていうのはいろいろな場合があると思うんですけど、ここでは全部書くということですね。はい、基本形なので全部書く、全部、はい、一句全部書き写してください。はい、2つ書いてもいいんだって。はい、2つ書いてもいいです。予備選ということで、とにかくまずは2つ、取っておくという場合もいいと思います。これあれですか、あの、え、今手元にある中で選べってことですか。はい、そうです。あ、手元にある中で、はい、でもこの中で自分の句がある場合、はい、もう入ってる場合、次戦はダメです。あ、っていうか次戦はダメということは、はい、手元にある中で選ぶとすると、うん、これ2つの、あの自分の句を除いたら2つしか残らないわけです。そうですね、もしどっちも捨てがたい場合は2つ取っておいていただいてもいいです。あ、でもうあれだ、うん、あ、そういうやり方があるんですね。でちょっとは、はい、そういう方、あの、そういうの初めてなもので申し訳ないですけど、いえいえいえ、マンゴー、そう、人数少ないので、なんかこうそうなっちゃうのでね、ちょっとね、逆にややこしい形に思えるかもしれないですけど、一応基本形ですので、なんとなく分かっていただけますでしょうか。句会の進め方です。はい、で、はい、お願いします、はい、書けました。 ありがとうございます、はい、でこちら、あ、ちょっと待ってくださいね。まずまだこちらはですね、はい、選挙用紙ですよね、ただ正規用紙というものを、こういう用紙がありますので、はいはい、これをですね、皆さんに、回すんですね。順々に、正規用紙を、はい、正規用紙を回します、右回りでお願いします。普通右回りでやっております。時計右回りとか、はい、なんていうんですか、右送り、右送りで、はい、右送りでお願いします。右手の方に送るようにしてお願いします、はい、ですので、よろしいでしょうか皆さん、はい、手元の、はい、正規用紙を、順繰りに、右送りに送ってください。そして、正規用紙の番号を、上の四角の中に入れてください。ナンバー3、はい、ナンバーっていうのは入り順にってこと、ビスコッティかな、はい、ですね、選句用紙の、選句用紙のここの上に番号を入れてください。正規用紙の番号です。あ、はいはいはい、はい、正規用紙のここの上に番号、ナンバーって書いてありますよね、はいはいはい、ここに番号がありますので、その番号を、じゃあさっきの番号どれかなっていうのが分かってみて、ね、うん、あ、右送りに、そうですね、はい、そちらは手元にあったのは2番です。はい、はい、何て読むんだろう。この中でも、じゃあ今回ってきたのを、中から1句選ぶんですね、やっぱりね。はい、そういうことか。そう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 。で、捨てがたかったら2句取っておいてもいいです。
選べるのがない場合は回しちゃってもいいですか？そうですね、選びがたかったら回しちゃってもいいです。じゃあちょっと、はい、ではこちらで順繰りに右送りにいきたいと思います、はい、急いでむしゃぶる手にしずく、それではこれで3枚回りましたよね、請求紙。はい、請求紙が、3枚ですね、皆さんのところに順繰り順繰りに、右手の方に、送るということで、まあ、右送りで、回っていったかと思います。はい、ではこちらに請求紙を、お預かりしたいと思います。でこちらに、請求紙をまとめ役が、いただきました。それでは手元に、書き留めた中から、3句さらに最後、線句をお願いして、線句用紙に、丸をつけてください。もし3句しか取らなかったんであればそれでいいんですけど、先ほど、まあ、ちょっと難しいので人数も少ないので何句か取ってくださいっていうふうに、お話ししたので中から3つお願いします。はい、こういう形でこういう線句用紙というものがありましてですね、こういったものに、俳句をここに書き写したりします。そして自分が選んだ句に丸をつけたり点をつけたりしてい、くわけなんですね。だいたい句会の、基本なんですけれども、このあと、点盛りという形になっていきます。それでは3句お願いいたします。今日は、3句ですのでよろしくお願いします。番号をお忘れなくお願いします。よろしいでしょうか？3句選べましたでしょうか？よろしいですか？はい、じゃあ皆さんですね、3句、選ばれたようなので集めたいと思います。それでは集めさせてください。あ、名前書いておくんですね。はい、名前書いてください。ミルキーさん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ミルキーさん、はい、いただきました。はい、磯さん、はい、はい、いただきました。で、こちらで選句用紙が3枚、集まりました。そしてこの後、点盛りというのをやっていきます。はい、ここからは普通になると思うので、これ点盛りを磯さんにお願いしてもいいですか？はい、はい、では正の字で点盛りをお願いします。上に正の字を書いていってください。
はい、わかりました。はい、そして下に名前をお願いします。はい、それでは、ここから天盛りに入りたいと思います。で、天盛りに入りましたら、自分の句を読まれた方は、名前を名乗ってください。一応、基本形なので、名前、名乗りというんですけれども、ありの形でいきたいと思います。今日はもう顔も出ちゃってますからね3名もう名前バレバレなので、名乗りも入れたいと思いますはい、それではいきたいと思います。では天盛り、磯香織さんお願いいたします。はい、では飛行いきます。上野高子線1番三茶にてアイスにつけるビスコッティ、三茶にてアイスにつけるビスコッティ、はい、お名前お願いいたします。磯香織です。あ、はい、ありがとうございます、香織さん、香織さんのかおはほなんですよね。香織で、じゃあとりあえず下の名前で香織と書いておきますね。香織さんです。はい、はい、次は、2番です。ビスコッティ、夜にはウイスキーとはしゃぐとも、世にはですかね、ビスコッティ、世にはウイスキーとはしゃぐとも。はい、私です。あ、はい、ミルキーさん、はい、大丈夫でしょうか。はい、あ、つけましたらですね、基本形的にはいただきと言ってください。はい、わかりました、はい、お願いします。すいません、はい、はい、じゃあちょっと今もう一回言ってみたいと思います、はい、ビスコッティ、世にはウイスキーとはしゃぐとも、しゃいただきです。はい、はい、ミルキー、そう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 、名前を言った後いただきですか。そうですそうですそうです、わかりました。はい、はい、じゃあもう一回行きたいと思いますですね、まあ、なんか基本形なので一応行きたいと思います。はい、ビスコッティ、世にはウイスキーとはしゃぐとも。はい、私です、ミルキーです。いただき、はい、ありがとうございますというような感じで進めていきたいと思います。はい、はい、ですね、3番、うん、君パイン、僕もパインのメガネアート。はい、私です、はい、ミルキーさん、はい、いただき、はい、次行きたいと思います。ミルキー1000、2番、パインほど太陽近く元気な子。パインほど太陽近く元気な子、タカコです。あとはお子さんだったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただき、はい、次が3番、円柱にマンゴー香る三茶かな。円柱にマンゴー香る三茶かな。香るです。あ、香るさん。いただきです。あ、なるほど。香る区でしたね。はい、1番、ね、そうですね。1番、三茶にてアイスにつけるビスコッティ。三茶にてアイスにつけるビスコッティ。いただき。これはカオルさんでしょうか。そうです。あ、さっきご本人ですね。先ほど。今これ2票目です、ね。2票目ですね。はい。うん、はい、では次行きたいと思います。磯カオル戦。3番。君パイン、僕もパインのメガネアート。はい、いただきー、はい、あ、ミルキーです。ミルキーです。いただきー、はい、次いきます。2番です。マンゴーの焼けた夕日に酔い迫る。タカコ、ありがとうございます。はい、タカコさん、はい、いただきー、はい、ありがとうございます。2番、パインほど太陽近く元気な子。パインほど太陽近く元気な子。はい、いただき、たかさんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というところで3名なので、ちょっと短くすぐ、終わってしまいましたが、で一応ちょっと、はい、天盛りの結果を、はい、はい、天盛りっていうのはこういう感じで、やります。はい、はい、天盛りの結果を、はい、お願いいたします。はい、では、結果発表、ちょっと言っての、数が合ってるかどうか確認させてください。はい、全部
で、うん、3句ずつなので、うん、全部で9句あればいい、9あればいいですね、はいはい、あるある、うん、あるね、うん、はい、あります、はい、ではあの天盛り結果発表します、うん、はい、お願いします。ナンバーワンの、うん、正規用紙から、はい、三茶にてアイスにつけるビスコッティ、これが2票入ってます。あ、2点、うん、2点、はい、はい、おめでとうございます。じゃあゼロは言わなくていいですか。そうですね、ゼロ言わなくていいですね、はい、はい、で、ナンバー2、はい、ウィスコッティ、うん、夜にはウイスキーとはしゃぐとも、これ1点、1点、はい、で、マンゴーの焼けた夕日に闇迫る、うん、1点、あ、1点、はい、ありがとうございます。はい、パインほど太陽近く元気な子、うん、2点、あ、ありがとうございます。あ、なんだ、え、あ、びっくりした、はい、すいません、すいません、ちょっと失礼いたします。あ、申し訳ありません、ありがとうございます。すいません、今日はですね、ちょっと特番ということで時間が、ちょっと今、はい、郵便が届いてしまいましたが、失礼いたしました。ナンバー3いきます、はい、すみません、はい、ナンバー3お願いいたします。はい、円柱にマンゴー香る三茶かな、1点、1点、はい、君パイン、はい、僕もパインのメガネ跡、2点、おお、これかわいいですね、かわいいですね、これいいですね、ありがとうございます、はい、以上でしょうか、はい、ありがとうございました。こんな感じで天盛りというのをやります。ということは2点区、今日 何区ありましたか。2点区が、うん、3つですね、うん、じゃあそれぞれってことかな。そうですね、うんうん、それぞれ2点区があったということで、 あったということで、すごいバランス良かったですね。バランス良く ね全員ね、うん、全員2点区があったということは、あの取られない区がなかったってことですね。うん、そうですね、ね、ね、へえ、いや、バランスがいい、いい区会でしたね。ちょっと読ませていただいてよろしいですか、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はバランスがいい、いい区会という感じなんですけれども、こんな風にして区会というのは行われまして、点数が、まあ、何点入ったかというようなものをこう競うわけなんですね。で、今日はですね、3人いて3人とも、2点ずつ入りました。ね、それぞれ1点区もあるわけですよ。1点区もあります、もちろん、うんうん、はいはい、もちろん1点区もあるし、あの点が入らなかった区も中にはあるんですけれども、ちょうどバランスよく2点区が3人とも1区ずつということで、すごいバランスのいい、いいあれでしたね。まあ勝負にならなかったっちゃならなかったんですけど、なんか1人だけが、2点だったとか3点だったとか、3点っていうのはないわけだから、次戦なんだから、うん、バランスよく2点ずつなんか入りましたね、うん、まあこれは、友情なんでしょうかなんか、そんな感じです。じゃあ発表したいと思います。2点区、磯かおるさん、三茶にてアイスにつけるビスコッティ、三茶にてアイスにつけるビスコッティ。次はですね、ですね、ミルキーさん、君パイン、僕もパインのメガネ跡、君パイン、僕もパインのメガネ跡、こんな感じですね。いいですね。これはメガネ跡っていうのはサングラスがもう日焼けですか。はい、そうです。すでに日焼けということですね。はい、そして次はですね、次は、まあ、上野貴子、パインほど太陽近く元気な子ということで、今日は、2点ずつ、まあ、引き分けということになりました。でこんな感じで、3人で見に行く会ですけど、
この形の句会っていうのは3人からしかできないんですよね。2人ではちょっとできないんですけれども、まあそんな感じで、今日はケーキ会なので、パインとマンゴーの句を、3人で、競い合ってみました、ゲストのお二人にね、書いていただきまして、じゃあ今日はですね、せっかくあのケーキ会ということなので、ケーキも召し上がっていただいたんですけれども、なんかいろんなあの句についてのお話なんかも、できたらしたいと思います。じゃあ皆さんにあの選んでいただいた用紙を変えあのお返ししますね。正規用紙はですよね、それぞれが、書かれたのは先駆用紙を、はい、こちらにお返しいたします。はい、はい、それではですね、この中からさらにじゃあ一句特選を選んでいただいて、でその句についての選評をちょっとお願いしたいなと思います。中からさらに一句選んでいただきまして、選評をお願いします。それではよろしいでしょうか。はい、はい、それではあの磯香織さんから、さらに一句選んでいただいて選評をお願いしたいと思います。はい、はい、マンゴーの焼けた夕日に闇迫る、はい、これを特選とさせていただきます。 ありがとうございます。いやいやいや、これはありがとうございます選評をお願いいたします。はい、はい、まあ、昨日、たかこさんが昨日お菓子を焼いてくださってたということで、はい、それのマンゴーの、マンゴーの入ったお菓子ということで、マンゴーが焼ける頃、焼けた夕日に、ね、マンゴーが焼けたというのと焼けた夕日ということで、夕日が焼けるということで、うまい具合にこれが重なってた。ああ、意味なくの？かけて、かけてやったんだ。かけてるという感じが、はい、かけてる感じがまあいいかなと思いました。はい。はい、でそこに、まあ、闇迫る。ただ夕日なので。もう闇が迫ってるっていうのはちょっと当たり前かな。ちょっとね。ちょっとこれつきすぎかなと思うんで、はい、闇迫るはちょっとここは何か工夫された方がいいのかなと思いましたけれども、このマンゴーが焼けたという夕日が焼けたこの重なり具合がいいかなと思いましたので特選とさせていただきました。どうもありがとうございます。あ、よかったです。ありがとうございます。そうですよね。闇がちょっとつきすぎますよね。そうです、ね。なんかもうちょっと面白い言葉があるといいですよね。闇迫るじゃなくて、夕日に酔い闇じゃちょっとなんなので、なんかね、まあ日が、もうマンゴー焼いてるっていうんだから自分はキッチンにいるわけなので、キッチンに夕日がこうちょっと差してきて、そして反面、夜がやってくるんだっていうことで、マンゴーの焼けた夕日やって一回切って、ここ一回切って、なんか後ろにや、夕日や、なるほど、そこに切れ字を持ってくるといいのではないかということですね。まあ、で、あとこのマンゴーというのを、高子さんは季語として扱われているということですね。はい、そうです。ということは、
季語は持ってこれないから、うん、夕日や、それで闇迫るになっちゃったんですけどね。夕日や、そう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 、あ、難しいですよね。夕日や、夕日や、まあ、静かなり、あ、静かなりか、うん、うんうんうん、だんだん夕方になってきて、うん、静かだから闇迫るって言ってもこれあのそのものじゃないですか。だからあの、まあ、キッチンの中が、まあ、お一人だったんですよね、多分、うん、一人で焼いてるので、まあ、静かなりとか、おー、そうか、焼けた夕日に、や、夕日や、あ、矢をつけるのか、一回ここで切るといいのかなって感じ。マンゴーの焼けた夕日や静かなり、うん、うーん、それだとなんかマンゴー焼き上がってきてほかほかっていうワクワク感がちょっとないですよね。うん、焼きたてっていう感じ。マンゴーの焼きたて、これはどうですか。はいはい、マンゴーの焼けた夕日やとも思う、とも思う。あ、なるほど。あ、これを焼いて友達に食べてもらおうと思って、で、あ、そっちの方がいいだな。そっちの方がいいですね。友達の顔を思い浮かべる。いいですね。ただあの、友とか、あと母とか子供とかっていうのをあまり使わない方がいいっていう考え方もあるんですけれども、この場合は、とも思う、とも、あ、夕日や、友の顔、うん、友の顔、うん、マンゴーの焼けた夕日や、いや、夕日で、そこでなんでこう切らなきゃいけないんでしょうね。夕日が焼けて、夕焼けのようにケーキも焼けて、うん、私は中盤の色が好きかな、次は貝なんだから、うん、夕日にとも、うん、そうやった夕日のところ に、うん、あ、友達どうして、あの人明日来てくれるかなとか考えてるっていうんだと、そう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 、とも思うだと2の方がいいかなっていう気もするけど、うん、でも嫌だとね、やっぱ違うものを持ってくるってことですね。そうですよね、そこで切っちゃうと、うん、また上の意味とは別個のものを持ってこなければいけないので、うん、夕日や、マンゴーの焼けた夕日に、夕日や、ランプの日、まあ相当ロマンチックなんだけど、キッチンで焼いてるわけだから、日と日が重なっちゃうからよくないんじゃない？そう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 、夕日や、そう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 、一つ星とかになっちゃうけどね、夕暮れ時だからね。ただ私は夕日や、夕日にっていう風にしてくっつけるよりも、はあ、夕日と闇がくっついちゃうっていうことですよね、意味合いが。そう、マンゴーと夕日がもうここで重なっちゃってるんで、イメージがね、そう、あ、はい、イメージとしてくっつ重なっちゃってるんで、はい、一回ここで切ってから、別のものを持ってきた方が収まりがいいかなという気もしないでもないんで、まあ、これはちょっともう一工夫ですね、はい、これ課題ということで、はい、わかりました、課題をいただきました。これでもうずっとこれ考えなくちゃいけないんですけど、課題をいただいたということで、じゃあ次ミルキーさんお願いいたします。はい、迷ったんですよね、まずちょっと考えよう、はい、じゃあ静止したものから読ませていただきます。はいはい、ミルキーさんの方はいかがでしょうか。三茶にてアイスにつけるビスコッティ、そうですね、これは、まあ、ちょっと本当にシンプルなんですけれど、とても条件が浮かんできて、本当に三茶でアイスにつけてビスコッティ食べてるなって、素直で、すんなり入ってくるかなって思ったんですね。で、そうですね、このもう一ついいなと思ったのは円柱にっていいんですかね、円柱にマンゴー香る三茶かな、円柱、まあ、暑い昼間にマンゴーが香っている三茶のこうカフェってことなんだと思うんですけれど、そこまで香ってなかったんでちょっとそうですね、まあ、そうですね、
焼いてる時はきっと香ってたんですよね。うそうですね。ちょっとこ う, う、ね、これはですね、まああの3種類のフルーツの味が混じってしまっていたので、マンゴーだけの香りっていうところに集約されるのはちょっとこう無理があったかなみたいな感じですね。トロピカルフルーツの味っていう感じになってたので円柱に、うん、でもパインとマンゴーがほとんどなんですよ。ちょっとグアバの風味を加えてあるんですけど、うん、グアバってあんまり言わないから、お題にはやっぱりマンゴーとパインかなという感じなんですけれども、うん、これもあれだったんですけど、うん、迷ったんですけど素直に三茶にてアイスにつけるビスコットにしました。なるほど、はい、なるほど、ちょっと迷ったけれども、はい、素直に情景がよく読み取れるということで、はい、なるほどね。ただこれ自分で、うん、自分で作ってなんなんですけど、はいはい、磯さん、はい、これあの三茶にてアイスにつけるビスコッティ、はい、だからなんなのっていうことになりますね。あ、ちょっと辛口のご意見、そのままそのままそのままなんだよね。素直なそのままつばり、そのもので、そのもので、はい、ここに、はい、あ、アイス、お皿の中にアイスがある、うん、そこに三茶のお店の中で、うん、のアイスがあるところにビスコッティをつけて、はい、食べてるんだな、はい、そのもので、それ以上想像が膨らまないっていう、膨らまない、そう、自分で作ってなんなんですけど、膨らまない句ですよね、はい、これね、まあ、ご自分の句なんですけど、随分辛口の意見ですけど、いや、そうですかね。でもこれ素直なそのまんまだからこそ、うん、なんかこう今日のね、うん、この場の句なんだなっていうことで、側銀にしてはすごくいいかなと思って、うん、私も1点入れたような記憶があるのですが、あ、そう、あ、なるほど、はいはい、あとはお任せみたいな、はい、そう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 だよね、はい、うん、これですね、例えば皆さん三茶三茶って書かれてるんですけど、はい、今日はすごく分かりやすいんですけど、三軒茶屋にしたらどうなんでしょうね。三軒茶屋アイスにつけるビスコッティ、三軒茶屋、三軒茶屋、字が多い、無理と、三軒茶屋、一字字余りっていうところで三茶にしたいってことなのかな。そうですね、そうですね、あの、三軒茶屋で、うん、なんか私が聞いたところだと、うん、中七で、うん、字余りは OK なんだけど、うん、上五句と下五句があんまり字余りはよろしくないっていうのは聞いたことあるんですね。あ、というのはきっと句に締まりがなくなるっていうか、そうですね、こう17文字できっちり入ってリズムがこう綺麗にいかなくなっちゃうので、うん、最初と最後だから、うん、真ん中はちょっとずれても最後が締まってればいいし、うんうん、始まりはやっぱりあんまりこうずるっときちゃうと後々響くということなんですかね。うん、うん、そっか。と三軒茶屋っていうとひらがなに直すと三軒茶、茶は一つにしても屋でどうしても一個多いわけですね。それで三茶なんですね。今日三茶の国区あったと思うんですけど、そっか、じゃあ真ん中に三軒茶屋だったら良かったのかなっていうことなんですね。そうですね、そうですね、うんうん、はははは、そうか、ですね、それそんなところで、私はですね、そうですね、なるほど。じゃあミルキーさんは、三茶にてアイスにつけるビスコッティ、はい、こちらを選ばれた、はい、ということですよね。はい、そうです、はいはい、ありがとうございます。はい、それでは、私はですね、はい、上野貴子、はい、私はですね3番の、君パイン僕もパインのメガネ跡、こちらを特選に選ばせていただきたいと思います。はい、これはなんか君パイン、僕もパインのメガネ跡っていう、このしかもメガネ跡っていうところがまたちょっとこう面白いなと、パインをつなげていただいて、お題も使っていただいたし、このメガネ跡っていうところが日焼けですかね、これは。はい、そうですね、もう今日こんな天気なので昨日も海の日だったし、なんかこう日焼けしながら海辺でパインを食べてもいいかなみたいなところで
これ三人じゃのかどうかはわからないんですが、ね、すごく意味があるのかないのか、なんか ね、ドラマができそうな、ちょっとドラマを思い浮かべて、はい、あ、やっぱり、ちょっとローマ、あ、いいですね、ロマンチックですね、なんかこうフェルヘンというかロマンがあるので、ね、ちょっと可愛いね、若いねカップルを思い出したりもしますけど、あの南国が大好きなミルキーさんなので、はい、なんかね情熱的な句だなと思いました。はい、でこれをいただきました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあそんな感じで今日は、初めてなんですがおしゃべりケーキ会ということで、ケーキを、食べていただきました、ケーキの感想なんかを最後にちょっと聞かせていただいてもよろしいでしょうか、お二人にちょっとケーキの、感想を、お聞きしたいと思うんですがどうでした？うん、私から、はい、素朴な感じでしたよね、ビスコッティだから、ね、ちょっと家庭的なね、そうですよね、はいはい、なんとなく、うん、なんかこうイタリアのカターニャ地方とかで食べる、おー、カターニャ地方っぽい感じの、うん、それにちょっとそうですね、素朴な感じで、うんうん、ちょっとパインが効いてて美味しかったですね。パインが効いていた、うん、パインが効いてましたね、うん、ありがとうございます。なんか結構図星かもしれないですね。はいはい、ありがとうございます。はい、磯さんはどうでした？まああのお店で買う、普通、まあ、あのデパ地下で買うようなビスコッティと違って、うんうん、甘みが抑えてあって、はい、確かにバターも入ってないことで、そうなんです、バター使ってないですね、後味さっぱりして、あと歯ごたえも、まあ、ケーキとクッキーの間っていうことですよね、うんうんうん、あのまあ、そういう歯ごたえもなかなか良かったですし、で、フルーティーなパッションフルーツ系パッションフルーツ系フルーティーさがあって、はい、でそれにあのパッションフルーツです、このアイスは何でしたっけ、はい、これはナッツですね、何のナッツ、マカデミアナッツなんですけど、マカデミアナッツのアイスに、はい、アイスの、このちょっとこってり、ちょっとこってりした感じ、こってりめですね、バニラが濃い感じ、 それとの相性もがバッチリで良かったと思います。 ありがとうございます、はい、なんか味の濃いものにつけてイタリア地方に多いお菓子のようなので、うん、味の濃いコーヒーだとか、なんか味の濃いものにつけると、トスカーナってイタリアですよ、ああ本当に図星かもしれない ね、まさしく図星かな、なんか食べた感じがあったかな、ああやっぱり、いや、いろいろね国際的なので、いやミルキーさんのおっしゃる通り図星かもしれません。なんかちょっと濃いものにつけると美味しいわよってこの間おっしゃってたので、あ、よかったです、ありがとうございます。まあそんな感じで、今日はまあもうちょっとね、あと 2,3 分ありますので、なんかあの質問とかありますか。あ、ミルキーさんの、はいはい、歌の宣伝、あ、宣伝宣伝、うん、せっかく今日、ね、はい、出ていただいたので、ミルキーさん、あちらのカメラに向かって、はいはい、ですね、はい、8月15日、はい、なんと蒲田のですね、はい、レディースタウンというところで、うん、5日ですね、はい、はい、何曜日だろう、金曜日か土曜日かちょっと分かんないんですけれど、うん、そこでですね、歌います。おそこはお店なんで、まあそこはそうですね、お酒を飲むところなんで、よかったらいらしてください。 あとはですね、8月の26日だっけ、多いですね、はい、2回程度なんで、そうなんですけど、長野県の茅野市の方で、山之内圭さんとライブをやります。よろしかったら、そちらもお問い合わせください。私のホームページはミルキー歌手で出ますんで、ぜひぜひ検索してくださいね。ではお願いします。ありがとうございます。8月15日ですね、はい、そうですね、8月15日が蒲田、蒲田、はい、8月26日だったよね、確か、うん、ちょっと地方なんですね、そうですね、はい、ホームページの方でお確かめください、はい、山之内圭さんという大先輩と一緒にやらせていただきます。あ、いいですね、ネットね、はい、あのどこの方が見てくださるかわからないので、そうです ね、あの、はい、もしあのぜひご覧にあのなって、行ってみたいなと思われる方がいましたら、ミルキー歌手ですね、は
はい、そうですね、はい、で検索していただいて、はい、なんかお問い合わせありましたらぜひお待ちしております、はい、詳細はこれから書いてですね、更新して出したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、こちらもですね YouTube で、またね、過去番組としてアップさせていただきたいと思いますので、皆さんねいつご覧になるか分かりませんけれども、はい、よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じで、時間となりましたので、今日はこの辺で、お別れしたいと思います。それではね、いつもの最後の、上野貴子の一句でお別れさせていただきたいと思います。すみません、それでですね、あ、すみません、最後に、みんなでですねちょっとこう同じミルキーさんご存知なんですけど、はいはい、ポーズで、最後お別れするということになっております、はい、で、上野貴子の五七五ということで俳句 TV ということでさよならということで、最後終わりにしたいと思いますので、はい、ゲストのお二人ご協力ください。はい、はい、お願いいたします。それでは最後私の一句で締めさせていただきたいと思います。はい、すみません、それでは、上野貴子の、今日の一句、7月21日、火曜日晴れ、渋さまで熟せば甘くマンゴの実、渋さまで熟せば甘くマンゴの実、上野貴子の、おしゃべり聞き会でした。それでは、行きたいと思います。お願いいたします。上野貴子の俳句 TV。 それでは皆さんさよなら、ありがとうございました。さよなら、また明日もありますので。